十字架の血潮によって結ばれた契約、イエスはキリスト、その皆を呼びましょう。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。マタイの福音書26章、26節から28節の御言葉です。マタイの福音書26章、17節から30節の御言葉では、イエス様が12人の弟子たちと一緒に最後の食事をされます。種の入らないパンを食べる祝日である種なしパンの祭りの第一日目になりました。弟子たちはイエス様から言われた通り、過ぎ越しの食事の用意をしました。そして夕方になってイエス様は12弟子と一緒に食卓に着かれて、食事をしながら言われました。よく聞いてほしい。あなた方のうち一人が私を引き渡します。すると弟子たちはとても驚きました。そして非常に悲しみながらイエス様に代わる代わる尋ねました。イエス様、まさか私のことではないでしょう。私のことでもないですね。私のことではないですよね、イエス様。イエス様はイスカリオテユダの前でこのように言われました。私と一緒に蜂に手を浸した者が私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。その時イエス様を裏切ろうとしていったユダが答えて言いました。先生、まさか私のことではないでしょう。するとイエス様は答えて言われました。いや、そうだ。また彼らが食事をしている時、イエス様はパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われました。みんな、このパンを取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになりました。みんな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。今日イエス様を祭司長に引き渡す機会を狙っていったイスカリオテユダが、私のことではないでしょうと尋ねました。このように人間は創世記3章の現在の問題にかかっているため、利己的欲望によって何かを企んで絶えず相手を騙しながら生きるしかありません。それで私たちは、私のことではないでしょうと聞くことではなく、必ずキリストの肉と血を食べて飲まなければなりません。私にはイエス・キリストの恵みが必要です。それでは我がレムナントの皆さん、私のために十字架の上で流された血潮によって結ばれた契約、イエスはキリストをたくましく告白してみましょうか。イエスはキリスト、私たちは神様の子供、すべての問題は終わり、悪魔よ去っていけ、聖霊十万、世界福音か、地の果てまで証人になろう。それではなぜイエスはキリストだと呼ぶべきでしょうか。この世に生まれたすべての人間の身体には創世記3章の実験による現在が入っています。創造以前にサタンは
神様を敵対して審判を受け、この地に落ちて混沌と空虚と暗闇をもたらした存在であります。ついに創世記3章に出現したサタンは、最初の人間アダムを倒したため、男の種から生まれたすべての人間に原罪を入れました。そのため原罪を抱えて生まれた人間は、常に死の恐れに捕らえられたまま、罪の権威、死の権威、地獄の権威を持つサタンの使いをしながら、いろんな精神的な病、肉体的な病に苦しむようになりました。来世があることも知らずに死んで、地獄に連れて行かれることになります。そして広大にも家紋の呪いが流れ続けます。しかし神様は紙にかたどって人間を作られました。それで私たちにサタンの頭を完全に打ち砕かれた創世記3章15節の福音をくださいました。キリストは悪魔の仕業を打ち壊された誠の王であり、すべての呪いと災いを解決してくださった誠の祭司長です。神様に会える道を開いて、聖霊としていつも共におられる誠の預言者です。私たちはイスカリオテ・ユダのように、神様の御言葉の前で、私のことではないでしょうと言ってはなりません。キリストの十字架の血潮によって契約を結んで、毎日イエス・キリストの肉と血を食べて飲まなければなりません。私と共に永遠にいてくださる御霊イエスはキリスト、その皆を呼ぶ者は失望に終わることがありません。神の御霊キリストの皆によって、私の中の汚れた悪霊どもを追い出して、強い人を縛り上げなければなりません。そうするとサタンに騙された間違った考えや言葉、行動などが素敵に変わります。最も低い姿勢で弟子たちの足を洗ってくださったイエス様のように、すべての人に仕えることができるキリストのしもべになるのです。それでは今週1週間もキリストの肉と血を食べて飲みながら、私の身体を創世記3章15節キリストで収められるように、ただイエスはキリストを告白する霊的サミットになることを祝福いたします。生きておられる神様、キリストの十字架の血潮によって契約を結び、イエスはキリスト、その皆を読んで救いの祝福を享受させてくださり感謝いたします。毎日キリストの肉と血を食べて飲みながら、私のことではないでしょうと言わずに、悪魔の仕業を打ち砕く霊的な戦いをして、すべての人に仕えて愛する世界福音家の霊的サミットになるようにしてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。